速稼塾の久保です。今回はですね、実績者報告をしてくれということなんで、ここで私のね、動画の方でさせていただきます。先月この方は私のチャンネル登録をこうクリックしてね、していただいて、その中で定額給付金というテーマでね、ずっと私のことを見てくださったそうなんですけども、その中でたまに出てくるモッピーというポイントサイトをね、やってみた、まあ、そうなんですよ。まあ、その中で、まあ、2万円ぐらいの売り上げが立ったっていうふうにね、何件かして2万円になったって言ってました。で、まあ、2万円になったのをね、私の方にメッセージいただいたんで、じゃあそれをね、誰か周りの方に教えてあげてよと、モッピーというポイントサイト、ご自身がされたものをね、教えてあげて、同じような2万円とはいかなくても1万円ぐらいの売り上げ立たせることはできるんじゃないかなっていうふうにお話したんですよ。まあ、そうすると早速やってくれたみたいでね、先週だったんですけども、自分のね、お知り合いの方、友達だというふうに言われてましたけども、そのポイントサイトを一緒にやって売り上げをやっぱりね、1万何千か上げたそうなんですよ。まあ、これはできますよね。2万円の売り上げを上げた方が1万数千の売り上げを上げるってことができると思うんですよね。で、この方はお二人ともだからモッピー歴が1ヶ月ぐらいなんですよね。で、知らされた方は 1ヶ月もなってないというね、まあ、1週間ぐらいだと思いますけども、このお二人がね、どういうことをしたかっていうと、2人で今度はね、3人目になりますけども、共通の知人にモッピーっていうのを教えてあげていたそうなんですよ。で、しかもその時にはもうすでにね、まあ、教育費っていうんですかね、コンサルフィーをいただいたそうなんですよ。5000円でやったそうですよね。2人して5000円で、講義をしてね、で1人の人に教えて、その1人の人がやっぱり1万数千円の売り上げ立って、で、あ、すごいなってことで5000円をね、それまで払って、よかったよかったですね。で、3人は打ち上げを行ってですね、その5000円を使ったみたいなこと言ってましたけどね。まあ、ここで何が言えるかっていうと、覚えたてでもまだやってない人に対しては教えることができるし、サポートもできるということなんですよね。で、そこに、だからやっぱ売上5000円が立ってね、5000円儲かりました、1万円立って1万円儲かりましたっていう人に対して、それ以上の金額を取るのは難しいんですけども、その半分くらいだったらね、講義代としては妥当なんじゃないかなってことなんですよね。実際この3人の方っていうのは、まず一番最初にお一人の方が先月覚えて、そしてつい先週ね、2人目の人に教えて、で、2人していろいろ相談しながら3人目の方に、共通の知人に先日教えてね、5000円の売り上げが立ったってことなんですよ。まあ、こういうことをね、だからこれすごいな、いいことだなって思ったら、すぐに人に伝えることだと思うんですよね。最初はもしかしたら怪しまれるかもしれません。本当に儲かる方法があるんだったら人に教えなくってね、自分でやるんじゃないのっていうふうになるかもしれません。教えることでお金取るなんて、そんなことやんなくてもみたいに思われちゃうんじゃないかなっていうふうに考えることもあると思います。まあ、でもね、責任を持って一つのスキルを誰かに伝えるってことは、一定の時間とか責任ってものがそこにあるわけなんですよ。だから当然ですけども、対価をいただく権利はあると思いますし、それで払いたくないって方はね、じゃあまたねって言って次の人に向かえばいいわけなんですよ。だからね、何でもかんでもただがいいかっていうと、そうではないんですよね。価格をつけることによって、きちんとね、これは価格のついてるものなんだっていうふうに思っていただくこともできる。まあ当たり前ですけども、価値が高いんだと思ってくださることができるんですよ。あと、無料で人に教えた場合、サポートも無料でお願いされるときついです、結構。ですんでね、どっかでキャッシュポイントを作っておいて、お金をいただく方とお金を払う方と、依頼者と、それからね、コーチする方とっていうふうに、やっぱり親しき中にも立場ありみたいな感じでね、きちっと住み分けて、で、それが終わったらまたね、お友達になればいいと思うんですよ。だからビジネスの場では、きちんとお金を介在させること、そして責任をはっきりさせることだと思います。お金をいただいたらやっぱりね、責任感って高くなりますんで、実際にやってやるぞと、絶対に儲けさせようと思うはずなんですよ。で、吉野家の牛丼に行って、もしくはね、コンビニに行って、コーラ1本買うとき、牛丼1杯食べるときに、タダにしてって誰も言わないと思うんですよ。だから、商品や食品とかサービスってのは、人にお願いするときはやっぱりそれなりの対価がかかるってことなんですよね、きっと。ちょっと長くなりましたけども、小さかったんですけどもね、まあでも、この一歩は大きくなると思います。実績者報告でした。モッピーのね、ポイントサイトで、2万円ぐらいしか売り上げが立たなくても、人に教えて1万円にすることができると。そして2人して、その実績を持って、ある1人の人にコーチする。そうすると、その方から5000円いただけるとね。今度はね、同じような形で、
5人とか10人とか生徒さんがいるといいですね。そしたら単純にかける10とかになりますので、しっかりとした報酬になると思います。これからも頑張ってください。ありがとうございました。